メンタルエッセスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤幸男のブログを紹介したいと思います。今日のブログはこちらです。人間関係を円滑にするポイントの17回目です。人と意見が対立した時に自分が正しい、自分は間違ってないと思うことってあると思います。でも中にはですね、もうその一点張りで誰の意見も聞かない方も中にはいらっしゃいます。その自分が正しいの正しいは、あくまでも自分が生きてきた中の、狭い範囲の中での正しいに過ぎないと思うんです。なので、人の意見を聞いて視野を広く、人とお付き合いしていくことも人間関係を円滑にしていくポイントの一つですということが書いてあります。よかったらブログをご覧ください。斉藤幸男のブログは斉藤幸男アメブロで検索、スクールに関することはメンタルエッセスクールで検索してみてください。それでは